ん？ああ。大したもんです。ですが、いつまで続けられるかな。おい、こっちだ！早く来い！もう、しつこい！くそ、何か手立てろ。一番、こっちだ。これに乗れ。ナイスアイデア、トミー。これで戦おうってわけね。ダメだ。こいつ一台じゃ大人数相手には分が悪すぎる。そんなことは俺だって分かってるよ。乗客は黙ってドライバーに従いな。え？まさか。無理無理無理！行くぞー。おや、しっかり捕まってろよ。おりゃー、嘘でしょおーい！すぐに直れ、準備はできてるぜ。建物めちゃくちゃになったけど、病起こんないかな。まあ、助けに来たってことで、お目に見てもらおうぜ。無茶な運転しやがって。俺が現役なら一発で免停もんだぞ。まあまあ、鬼教官殿、結果的にうまくいっただろ。こいつら倒して、さっさと春日んとこ行くぞ。ぶっ殺してやる。来ない。なんだ。チャンス。よし、やるぜ。ガツンと行くぜ。ほら。死ね、俺だ。ほら、すごい。やるのね。うん。やろうぜ。ズリア！おとなしくしろ。放せ！こっち見ろよ。頭かち割るぞ、こら。ズリア！やめ。やめろ。覚悟。これはどう？俺の番だな。行くぜ。一毛。俺の番だ。なんだ。受けてみな。行くぜ。ミスったらごめん。見るんじゃねえぞ。
待たせたな。怪我はねえか。問題なし。残りを片付けしまおうぜ。もらった。何ってやりました。ありがとう。死ぬで次。一息つきたい。来ねえのか。ほら来いよ。なんだ。ガツンと行くぜ。くー次は俺だ。黙らせてやる。危ない。いった。とっとと終わらせる。これどうぞ。うわー、熱い。ほら来いよ。調子がいいぜ。ぶっ殺してやるよ。いつでもいいぜ。おい、何ついてこれっかよ。1 2 3。おらくっ。Very, very help there. はい、はい、お願いします。デリバリー、よろしく。お待たせしました。頼むぜ。ありがとう。さっきりした。私の出番ね。どうした？よっと。行くか。
交わるぞ。相手してあげる。ズリア！ズリアに早いんだよ。ズリア！なんとかやっか。そいつか。全力でいくよ。こいつで問題ねえぜ。何？吸収が早いのよね。また成長しちゃった。一時はどうなるかと思ったぜ。無事合流できてよかった。先を急ごう。開けてみるか。開いたぜ。ようこそ、春日さん。エイちゃん。まさか俺を出し抜いた気でいました？こっちは春日さんの単純な考えなんてお見通しなんですよ。安全圏から偉そうにしやがって。病の飼い犬はよく吠えるな。あ？エイちゃんがどんな手使おうと関係ねえ。
切るまでだ。俺は単純なんでな。その余裕がいつ剥がれるか見ものですよ。さあ話はここまでにしましょう。健闘を祈りますよ。I'm gonna put you in the grave。私の出番ね。これはどう？相手してあげる。Do your worst. You think I'm going to get that? 一問。
か。You think I'm stupid? Want some of this? 何？来ない。行くぜ。一問。耐えられ
られるかな。おおっとっとっと、ね、ちょっと待った。うわぁ、頑張りますね、春日さん。しぶといやつだ。モノども、出会え、行け。調子が出てきたな。
相手してあげる。やまらせてやる。行くぜ行くぜ。これこい。もらった。おねんしてます。何？来ない。全力で行くよ。コツつかめたんじゃねえか。俺もまだ若いね。吸収が早いのよね。ラニは必ず取り返すし、アカネさんも私は死ね。それそれ、エイちゃん、おめえに必ず会いに行く。直接言いてえことが山ほどあるんだ。待っとけよ。ごめんなさい、私のせいで。アカネさん、ご無事で。指一本触れさせちゃいねえ。うちの門が迷惑かけたな。あんたもすっかり敵だらけになっちまったな。こんくらい今まで嫌ってほど味わってきた。それに気合い入ったのがこんなに残ってる。そうみてえだな。すみません、何は連れてかれちまいました。そうなのね。ラニはネレ島に連れてかれた可能性が高いです。アカネさん、ネレ島がどこにあるかってご存知ないですか？ごめんなさい、それは私にもわからない。教団の中でもごく一握りの人間しか知らないことだから。わかりました、心配しないでください。ラニは必ず俺たちが助け出します。アカネさんはどこか身を隠せる場所で待っていてください。それじゃあ、さあ行こうぜ。待て春日。あ？アカネさんと少し話していけ。いやでもラニを早く見つけねえと。大事なのはラニだけじゃねえだろう。話せる人とは話せるうちに話しとけ。会ってからゆっくりお話しする時間、そういえばなかったわね。ですね。病には後で礼言わねえと。沢城さんの手紙であなたのことは全部聞いてる。桃源郷の店長さんに引き取ってもらったこと、カムロ町の人たちによくしてもらってたこと、中学を出た頃から毎日喧嘩に明け暮れていたこと。あ、それはまあその若気の至りってやつで。つか沢城の頭、そんな前から俺のこと見てたのか。ええ、沢城さんはずっとあなたのことを気にかけてた。そしてあなたはマスミさんに巡り合った。あ、運命なのかしらね。
運命かは分からないっすけど、出会えてよかったって思ってます。そう。その後のことももちろん知ってる。組のために人殺しの罪をかぶったことも。18年も刑務所で過ごしたことも。大したもんじゃ。なのにあなたとマスミさんを置いて私は一人で逃げ出した。本当に本当にごめんなさい。謝らないでください、あかりさん。謝ることなんか一つもねえ。確かに辛いことはあったけど、それも大半は沢城の頭のいびりだ。それや俺の人生は自分で選んだ始まり方じゃねえけど、そんなの誰だって同じでしょ。茜さんは一生懸命生きようとした。そんでこうしてまた会えた。それでいいじゃないですか。それにあの町でいろんな人に助けられて、おやさんに出会えて、最高の仲間に恵まれて、俺は幸せ者なんですよ。だから茜さん、正直あなたが本当に俺の生みの親なのかどうかよくわかんねえけど、もし本当にそうならこれだけは言わせてください。俺を産んでくれてありがとうございます。一番、こちらこそありがとう。不思議ね。はい。今あなたとマスミさんがダブって見えた。もったいねえ。そして俺にとって最高の褒め言葉です。そうだ、そもそも俺はこれを茜さん、あなたに届けに来たんだって。おやさんの荒川真澄の遺灰です。受け取ってもらえますか。Yeah.